女子プロ系のゲームだったと思うんですよね。バリエで、はい、聞いたことありますよ、バリエっていうメーカーは。あ、これグループを選ぶのか。VS バトル、ああ、これあれか、モードか、モード選ぶんやね。じゃあこれでいいか、普通の。CP でいいや。あ、女子プロですね。ああ、ごめん。これとこれいいですよね。僕はこれが好きですね。あ、でも結構可愛い子多いですね。まあ、これとこれと、と、これがいいですね。あ、これとこれあれか、そっか、一緒か。この二人が特にいいですね。うん。もうこの辺もいいですね。これが一番いいかな。二人選べるのに。あ、コンピューターか。コンピューターね。これも女性なのかな、この辺も。まあ、女子プロだから女性なんでしょうね、多分。じゃあ、もう一個、もう一個、この主人公っぽい子を選べましょうか。ああ、かぶってんね。同キャラかぶってんね。あ、こういう感じなんや。あ、これあれか。4人一度にや。バトルロイヤルみたいな感じ。ちょっと待って、自分、僕を動かしてるのどれや。ちょっと待って、僕はどれを動かしてるのかわかんないけど。あれ、3人になってる。やられちゃったんか、俺。やられちゃったんかいな。いつの間にか。これ全部コンピューターが動かしてるんですよね。僕のプレキャラクターがいないんです。やめ、もうやられちゃったってことか。やられてますね。もうメーターがなくなってるから。早っ。めっちゃ早いな。ちょっと待って、早すぎるわ。リスタート、リスタート。いきなりやられてたんや。まあもう初めてやるからね。これ1対1でやりたいですね。バトルロイヤル、こっちなんか、こっちが多分シ、あ、シングルですね。シングルの方がいいですよ、絶対。うん。じゃあ、これでいきましょう。バトルロイヤル、思いっきり選んでたもんね、僕ね。黒い方ですね。
まあ、女子プロといえばね、去年ぐらいにね、AKB もね、豆腐プロレスって言ってね、AKB のメンバーがね、プロレスやってたんですよね。多分演技だとは思うんですけども。まあ全然見なかったですけど、僕は、まあ、アイドルがプロレス やったってね、なんか違う気がするし。難しいな、これ。ドロップキックですね。やられそうやけどな。あ、場外落ちた。なんかファイヤープロレスリングの女子プロ版みたいな感じがしますね。ああ。あ、踏まれてる。あ、負けた。リングアウト勝ち。あ、よ。スタートで。まあいいや。いいわ。はい。バリエね。ストゼロ2もあるんですよね、スーパーファミコン版ね。僕も実況プレイもやったことありますけど、ストゼロ1がないんですけどね、2があるんですよ。はい。じゃあまあ今日こんなもんですかね。今日はね。はい。まあ、結構ゲーム、いろんなゲームができましたね。はい。じゃあ今回ね、これで終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。